ずっと話したかった話なんですけど、まあ、タイトルにあるように UFO を見たっていう話をこれからするんですけど、まあ、本当にこういう UFO を見たとかっていう話を軽い感じでしちゃうと嘘つけとか自分が傷つくだけなので、今まで本当に仲いい人で自分のことを信頼してるくれてる人に対して、そういう人に対してでもすごい熱量で話してきたっていう話をこれから満を持して YouTube に流そうと思うんですけど、10年ぐらい前、僕が21歳大学3年生くらいの時の話なんですけど、大阪芸術大学っていう大阪の、PL 学園とかがある富田林とかがあるあの地域の大学に行ってたんですけど、大阪芸術大学の周りには芸大生ばかりが住むアパートマンションとかっていうのがあの半径1キロだった1キロとか2キロぐらいのところに、あるゲームラって呼ばれてるようなエリアがあったんですね。で、僕もそのゲームラに住んでて、大学終わって夜19時ぐらいだったと思いますけど、徒歩5分ぐらいの家に帰ったんですね。それがアーバンかつらぎって言って、大きさで言うと1階10部屋2階10部屋で、風呂トイレ洗濯機共同みたいなところがあるんですけど、で、学校から帰ってきて洗濯物が溜まっていたので洗濯物入れて、で自分の部屋に帰って、でその当時は YouTube っていうよりかはあのワンセグ付き携帯をみんなが持ってて、あのテレビがついてる携帯ですね。で僕もその洗濯が出来上がるまであのワンセグを見ようと思ってテレビを見てたんですね。で、そろそろいいかと思って洗濯物のところ行って、で、アーバンかつらぎって自分の部屋にも洗濯のポールが1本ありますし、2階のちっちゃいベランダみたいなところにも誰でも干していいポールが2本あるんですけど、誰もそこに干してなかったので今日はベランダに干そうっていうことで、ベランダに干してたんですね。そしたらアーバンかつらぎの裏手側には砂の平地があって、車止めたり自転車止めたりする駐車場があるんですけど、そこにアーバンかつらぎの住人1人とその友達、まあ、僕は面識がない2人が下にいて空を見て話してたんですね。でこう洗濯物干しながら、なんや2人で空見て話してロマンチックやな、大学生やなとかって思ってたんですけど、その2人がおい見てみっつって、で僕もその空を見たら光の点が1、2、3、3つの光がふわーって動いてたんですね。で僕もあ、光が3つ動くのは珍しいなとかって思いながら、まあそういう話友達とするの楽しいよなって思いながら洗濯物を干してたんですね。でまたしばらくするとお前もそろそろ目慣れてきたやろ、周り見てみって1人言って、でもう1人がうわーって言って、さっきはその一番明るい3つだけが見えてたんですけど、こっちにも3つ、2つ、2つみたいな感じで全部で10から15個ぐらいの光がそれぞれ群れをなしてふわーって動いてるんですね。でそれを僕も見た時に結構まあオカルトとか UFO とか結構楽しみたいタイプの人間なので、うわーすごいなと思いながら、まあ、下の2人たちも盛り上がってるんですね。あれなんやろ、 UFO かなとか、なんかの演習してるんかなとかって盛り上がってて、で僕もちょっとなんか、まあ、これからの人生も楽しいこと起こればいいよな、なんか科学で証明できないことってやっぱワクワクするよなって思いながら洗濯物干してて、でその2人はもうそろそろ入るかって言って自分の部屋に戻っていたんですね。でこう僕は残ってる洗濯物をこう干しながら、いやー UFO っているんかな、今まで見たことないけどな、そういうのがあると面白いよなとかって思ってたんですけど、こう後ろからすごい視線を感じて、それはもうそういうオカルトのスイッチが入ってるからそう思ったのか分かんないんですけど、すげー見られてる気がするなと思ってバッと振り返ってみようと思って、うわー視線感じる視線感じる、バッて振り返ったんですね。でそこにはドンピシャで光の点が1点あったんですよ。でおって一瞬思ったんですけど、まあ今までその光の点がいくつも動いているのを見てたから、自分の後ろにまあ光る点が1個あっても、まあ、この流れで言うと別に大しておかしなことではないかと思ってたんですけど、僕もちょっともうそういうスイッチが入ってるんで、来い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 って念じたんですね。でまあ、僕に特別な力があったりするわけではないんですが、そういうのには結構真剣に
取り組みたいタイプなので、こい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 ってずっと30秒から1分ぐらい言ってて、で今まで見えてたやつは結構横に動いてるのが見えたんですけど、それは全然横に動いてる感じがしなくて、でじーって見てるとなんか近づいてきてる感じがして、でそれがどれぐらいのスピードか分かんないんですけど、1分ぐらいした時にもう物体が見えてきて、もうそれはもう明らかに飛行機でもなければ低空飛行だし、もう本当に UFO みたいな形なんですね。で、え本当に UFO みたいなのが来たけどって、ちょっと、まあ、その状況を受け止めれない、え本当に UFO みたいなのが来てるけどこれって何ってちょっとパニックみたいな感じで、情報処理が追いついてない段階で、もうマジで嘘みたいな話なんですけど、そのアーバンカツラギの上にブワンって来て、向こうから来てね、向こうからずーって来て、僕がパニックになってる間にもうアーバンカツラギの真上にブワーって来て、でその大きさがまあ大体その10部屋のアーバンカツラギの家と同じかそれよりちょっと大きいぐらい、まあ10メートル15メートルぐらいの大きさなんですけど、でまあ形で言うと口で説明するのは難しいんですけど、本当にまあ最初の印象としてはすげえ綺麗な、もう本当にイメージしてる UFO らしい UFO というか、今のすげえ綺麗な映画で UFO が出てきたらこういうグラフィックだろうなっていう、すげえ想像通りみたいな感じなんですけど、それがまあ音は多分出てなかったと思うんですけど、シューってその半分から下ないしはまあ真ん中ら辺の光がふわーって回ってて、うわーっとすごいことが起きてると思いながら、あのもう心で思うだけじゃなくて口で言おうと思って、俺は UFO を見ている、俺は UFO を見ている、俺は UFO を見ているって口ずさんだんですね。で、それっていうのはもう自分もパニックで、明らかにこう見ているんだけど現実感がないから、ものすごいことが起きてるけどこれを後で他人に喋ったら絶対に嘘だって言われるし、嘘だ嘘だって今後言われ続けたら自分の中でそれを疑ってしまうって思ったから、あのそれを見ながらも絶対自分だけはこの自分を疑わないって決めて、俺は UFO 見ている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 ってこう言い聞かせるんですけど、あの例えばリンゴが目の前にあった時にそのリンゴの存在を疑わない、物質感を感じてそのリンゴがどれぐらいの重さでとか、例えばこのライトだったら、まあ、触ったらこんな感じでとか、まあ、ここにあるっていうことを疑わないですけど、今これだけでかい10メートルぐらいのものを見てるのに全く物質感を感じなくて、 なんていうかそれがまた自分の中で怖さとワクワクがあるんですけど、とりあえず今目で見えてるのは間違いないから後で絶対に疑いたくないって思ったから、 UFO を見ている UFO を見ている UFO を見ているってずっと言ってて、で写真とか動画撮りたいじゃないですか、でポケットをパッパッパッと触ったんですけど、そうだと思ってワンセグ見てたから携帯部屋に置いてるんだと思って撮りに行くかと思ったんですけど、あのゴキブリが部屋に出てピタッてゴキブリが止まって、ハエたたきを取りに行って戻ってきたらもうゴキブリいないみたいな、絶対そうなるなと思って、僕が携帯取りに行って帰ってきたらもう UFO 絶対いないなって思ったんで、もうこれは1秒でも長く僕が僕にすり込もうと思って、 UFO 見ている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 っていうことを2分から3分ぐらいずっと続けて、よしもう絶対に人になんて言われようと自分を疑わないもう決めたんで、これでもう一か八か携帯取りに行こうと思ってバーって走って携帯部屋に取りに行って帰ってきたら案の定いなくて、まあ確かにまあ向こうさんとしても写真とかは撮られたくないよなと思いながらも、なんかそのなんていうのかな、こう見られてると思って本当にいたとか、このアーバンカツラギの上に泊まってほしいなって思ったら泊まったとか、なんかその宇宙人的なものを見たわけではないんだけど、そのなんとなくコンタクトができてるんじゃないか、これはコンタクトができてるっていうことなんじゃないかとかって思いながら、興奮しながら自分の部屋にダッ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 って帰って、あどうしようどうしようと思って、絶対に忘れちゃいけないと思って、その部屋にあった紙に俺は UFO を見たって書いて、その日はちょっとまあ興奮を抑えて、ああすごいことが起きたと思いながら寝たんですね。で、翌朝起きて、あそうだ昨日
忘れないように紙に書いた。てかそもそもまあ寝てたわけじゃないから、その UFO 見てた時も全く寝ぼけてはいないんですけど、まあなんかオカルト的な話ですけど、寝てる間に記憶を消されたりとか、寝てる間になんか紙がなくなったりとか、そういうことがもしかしたらあるかもしれないと思って紙をバッと見たら、まあ何も変わってなく自分が書いた俺は UFO 見たっていう紙が書いてて、あそうだよなそうだよなと思って、その日はもうちょっと落ち着かない心のまま学校に行って、放課後にもう本当に信頼できる友達に、実は昨日こういうことがあってっていうのを今話したような熱量で喋ったら、もうそれはなんか完全には信じがたいけど、お前が嘘ついてる感じじゃないっていうのは分かったわとか言ってもらって、そうだよな、まあ見てない人は信じがたいよなと思いながらも、これをまあなんていうか、ずっと自分の中だけで置いておくと自分の中でもその体験が風化していきそうで、本当に仲良くなった人に対しては定期的にこの話を繰り返して、自分の中でも再確認再確認っていうことを繰り返していたんですね。でまあもちろんフィクションでも作り話でもないので、話はこういう話なので、オチに何か面白いことがあるとか、オチにどんでん返しがあるとかっていうことではないんですけど、あの満を持してあのいろんな人にも聞いてほしいなと思って今動画に収めました。で、その体験のビジョンはもう僕の頭の中にあるので、何でも質問に答えたいです。なのでもしこういうこと思わなかったのかとか、どういうビジュアルなのかって、ビジュアルが多分僕の説明では伝わってないと思うので、例えば、UFO で検索して出てきた写真の中でこれに近かったとかっていうことは言えると思うので、まあ、何かあの質問などあればコメントとかメッセージいただけたらと思います。今日はこういう話でした。ピロティを止めるなというチャンネルでカメラマンアシスタントの日常とか、いろいろ自分の影響力をつけるために今模索して、頑張っている途中です。もしこの話が面白ければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ピロティを止めるなのピロティでした。どうもありがとうございました。